出荷作業では養殖いかだから揚げた牡蠣を作業場に運び、紫外線殺菌された海水におよそ2週間ほど浸した後、牡蠣打ちといわれる身を取り出す作業をパートの主婦たちが慣れた手つきで行っていました。紀北町にある白石湖は海水と川の水が混ざる周囲が5キロほどの汽水湖で、そこで育てられた渡り牡蠣は牡蠣独特の匂いが少なく味もまろやかで、牡蠣が苦手という人でも食べられると人気です。また三重県では唯一稚貝を採取し、それを育てて出荷する純粋な三重県産牡蠣で、生産量が年間30トンほどと少ないことから幻の牡蠣とも呼ばれています。今シーズンの牡蠣は台風などの影響は少なかったものの、高水温の影響から身入りが遅く、例年より2週間ほど遅れて今月5日から出荷作業が始まりました。むき身にされた牡蠣は地元を中心に出荷されていますが、年末を迎え贈答用の出荷が最盛期を迎えていて、作業は3月末頃まで続けられるということです。この白石湖の、牡蠣の特徴というか、年が明けたら、プリプリと握りもよく美味しくいただけると思うので、またぜひこの寒い冬を美味しい牡蠣を食べて、乗り越えていただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。